成田発サイパン行きのデルタ航空機が離陸直後に機内で煙が見えたとの情報があり成田空港に引き返して緊急着陸しましたデルタ航空によりますと午前11時前、成田発サイパン行きの298便で離陸して間もなく機内で煙が見えると客室乗務員から機長に申し出がありました。 このため、機体は成田に引き返し、離陸からおよそ15分後に緊急着陸しました。乗客・乗員97人にけがはありません。景気に不具合の表示はなく、着陸後に機内を調べたところ、すでに煙は消えていました。デルタ航空が原因を調べています。この影響で成田空港は滑走路を一時閉鎖しました。